皆さんこんにちは。今回はね、宮崎の方にやってきました。宮崎の大会が2試合あって、今回僕は1試合のみしか出場しないんですけど、今回はね、宮崎1戦目の木崎浜の大会の方に出場するためやってきました。で、今回ね、僕の旅をサポートしていただくことになったアロハレンタカー様の車をね、お借りして今回の大会に挑みたいなと思います。今回は軽自動車をお借りして、後ろもね、しっかりと僕のハードケースにガッツリ入って、まだ宿だったりとかにも行ってないので、まあ、荷物そのまんまなんですけど、ちょっと中見てもらって、ポリタンクだったりとかウェットバケツだったりとかも用意されているので、サーファーの方々には最高のレンタカー会社様なので、皆さんね、ぜひ僕の概要欄の方から宮崎に行く際だったりとか、それこそ沖縄にもアロハレンタカーさんね、あるので使用してほしいなと思います。で、今回ね、月曜日で大会が水曜日から始まるんですけど、今日はね、温潮がすごく吹いていて、台風もちょっと近づいているので、波のサイズも後半上がってきそうな感じがあります。今日は若干ね、温潮が強く吹いていて、サイズは腹前後ぐらいですかね、なんですけど、まあ、まずボード試したりだったりとか、フィンの調整だったりとかもやるために、ウォームアップセッションをね、これから1ラウンドやっていこうと思います。頑張れ。荷物多くて大変。やばい。どうした？三脚の靴。あ、こちらですか？はい、こちらは僕のスポンサーのニューエラのスーツケースが届きました。最近ね、旅に出るときはこれ使ってるんですけど、最高に調子いいです。めっちゃさ、そのコロコロがスムーズだよね。タオル忘れたから。ヨギボーの上に置いてあったよ。 あるよかった、あるわ。びっくりした。最近リキさん ADHD が激しくてやばいっす。やばいです。よかった、今回何にも多分忘れ物してない気がする。大丈夫そうですか？はい。
宮崎一食目、結構ね早いフライトだったんですけど、朝食を宮崎の鬼玉さんで食べていきます。ねえ綺麗、めっちゃ。思ったより日が出るのが遅くて待機中です。選手は誰も来ていません。本当だったら一番乗りでできるんだけど、かなりコンディションも悪そうです。
疲れ様です。今回ね、宮崎に来て1日目と2日目の映像をね流しました。で、今回は QS3000 の宮崎の大会があって来たんですけど、まあもうね、明日から大会も始まっていくので、まあ、今回は練習だったりとかももちろんそうなんですけど、まあもう試合がね近いので、あんまり練習をしすぎないっていうのもすごく大事なので、まあボードだったりとかフィンの調整だったりとかこの2日間でして、まあボードもね今2本試しているんですけど、そのコンディションに合わせてボードもね使い分けていきたいなと思います。で、今回ね台風も来ているので、まあ前半は波小さそうなんですけど、ファイナルデーだったりとかどんどん近づいてくるとかなりサイズも上がってきそうなので、その辺もねしっかりと勝ち残っていいライディングをしていい結果を残せるように頑張ろうと思うので、ぜひね皆さん応援の方もよろしくお願いします。そして今回はね、宮崎では、まあ、弟のルイだったりとかカイサ君だったりとか、それこそ CHP 関連でねお世話になってる笠井さんだったりとかにもご飯にね連れてっていただいたりとか、まあ、みんなとこうコミュニケーションを取りながら宮崎をねこう堪能できてもいるので、まあ、楽しみつつ今回のね試合も挑めたらいいなと思います。また大会の模様だったりとかも YouTube でね後ほど振り返りたいと思うので、また次の動画もね楽しみにしていてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。